それではそろそろ時間になりますので、模擬レースの予備予選からスタートしていきます。一組目、山田さんと歩夢くんからスタートしていきます。よいしょ、これをストップ。はい、それではコースオープンします。クラクティススタート、確認からお願いします。クラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは山田アム。そう、はい、山田さん OK です。さあ、歩くんは半時計になってからこのレース1周9秒819がベストとして残っています。山田さんは半時計レース、今日が初出場です。12.97、 18.09。11.04。さあ、練習時間残り30秒。9.82。はい、まもなく練習終了です。プラクティス終了です。はい、それではスタートします。1人ずつベスト1ラップだけ取ります。出走順、山田さん、歩夢くんの順でお願いします。それではスタート、レースを開始します。4、3、2、1。山田スタート、アムスタート。はい、ベスト1ラップだけ取って予選の組み合わせを決めます。予備予選、最初の山田さんは12秒台、歩夢くんが10秒54。作戦に引っかかったさあ、2周目は2人とも記録更新ならず。さあ、歩夢くんは前回9秒819がベストとして残っている。さあ、歩夢くんが9秒台、9秒965、山田さん11秒台。タイムは9秒825。さあ、自己ベストまで100分の1秒まで来ている。さあ、ここで歩夢くんが自己ベストを更新、9秒811、1000分の8秒更新。山田さん10秒90。さあ、歩夢くんが9秒754、自己ベストを更新。山田さん10秒40。さあ、残り時間が間もなく40秒です。現在、赤い車、歩夢くんが自己ベストを更新して9秒754をマークしている。山田さんが10秒36。さあ、残りが30秒切っています。さあ、歩夢くん、先ほどの練習走行では9秒5が出ていたが、本番では9秒7。さあ、山田さんも9秒台入ってきた。9秒87にトップと 0.1 秒差。さあ、残り時間が少なくなってきます。山田さん、これ最終周、歩夢くんもう一周できるか、ギリギリ。アムゴール、歩夢くんゴールはい、歩夢くんゴールです。歩夢くんが9秒754自己ベスト、山田さんが9秒87に。うん、練習走行でしたよ。うん、
君が9秒754。はい、それでは予備予選2組目コースオープンします。プラクティススタート。松岡さん、竹内さん、プラクティス時間は新井さんのヒート。コースオープンします。出走ドライバーは松尾に竹 03MMVE。 模擬レース半フット系回りはトップタイム持っています。9秒625。竹内さんと新井さんは今日は初出場模擬レース。はい、竹内さん OK です。山田さんロービーしたんですか？あ、してないけど、うん、その方が安定して走れるかな。15.01。はい、本田は全車 OK です。さあ練習時間が残り20秒です。 20.96。 17.35。10.61。はい、まもなく練習終了です。プラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。ちょっと待ってください。ちょっと試したいことがあるので、ちょっと一回、ちょっと今スタートしますけど、これ無視してください。ちょっとレースを開始します。4、3、2、1。カーナンバー3スタート。カーナンバー2スタート。カーナンバー1スタート。あ、こういう風になった。なるほど、了解です。あら、ちょっと電話かけ。はい、山です。はい、はい、すいません、お待たせしました。それでは2分間予備予選2回目、出走順、松岡さん、竹内さん、新井さんの順です。それではスタートします。レース終了です。はい、それではいきます。松岡さん、竹内さん、新井さんの順、レースを開始します。4、3、2、1。松尾にスタート、竹スタート、
03MMVE スタート。はい、全車計測開始しました。マルボロカラーの松岡さんは模擬レースのトップタイムを持っています。9秒625。さあ1周目、松岡さん10秒54、竹内さんが12秒12、新井さんが11秒9、さあ松岡さん10秒39、新井さんベスト11秒60、松岡さんが10秒03、さあ現在このヒートトップタイムは松岡さんが9秒で入ってきた、9秒95。2番手が新井さん11秒60、3番手竹内さん12秒12です。1分経過、残りが1分。さあ松岡さんがなかなか9秒台入ってこないですね。1回出ているが総合現在3番手タイムです。総合2番手は山田さんがつけている。そしてトップタイムは歩夢くんです。さあここで竹内さんが11秒38でこのヒート2番手タイム。さあ新井さんは前竹内さんと 0.2 秒差。さあ松岡さんが9秒937、竹内さんのタイムを新井さんが抜いてきた、11秒10。残りがまもなく20秒。さあ竹内さんが抜き返した、11秒08。新井さんと竹内さんの戦いが、さあ新井さんもなんとかもう一回ひっくり返したい。前竹内さんとなんと100分の2秒差だけ。新井さんこれ最終周、竹内さんここでゴール、松岡さんもここでゴール。はい、松岡さんゴールです。このヒートトップは松岡さん9秒937、2番手が竹内さん11秒08、新井さんが11秒10でゴールしています。松岡さん、竹内さん、竹内さんが11秒807、そして新井さんが11秒108。はい、ちょっと待ってください。全然として、それでは予選の1回目は45分からスタートします。1組目松岡さん、竹内さん、新井さん、2組目歩夢くんと山田さんでやっていきます。はい、ロービーだからつなげて、これをダブルクリックするだけでいつもの感じでつなげておいて。あ、大丈夫ですよ。あ、うん、こんなだけ。何本気だ、本気だな、本気だな。やったらどうするか、ロービーを高く。あ、ロービー。もう決まってるんですか。あれ？エラーだって。多分今ちゃんと繋がってるんです。待ってない。もう高くなったの？あ、今調子悪いんですよ。そうなの？何がさっきと違うんですか。さっきローから19を29に書き換えて。おお、うん、あれやっぱりローだった。チェックすることもこれでやれば今どんな答えになっていくか。今ロービーになってます。あ、これ専用なんですね。そうそうそう、高木さんが作ってます。はい、はい、はい、予選の1回目は7時45分スタートします。買えないと遅いらしい。あ、そういうこと。ごめんなさい。これが届かない。
じゃあダメ。あれ？お、来た。で、これです、これ。これを。6だっけ？見出し。来た。で、これを5に。ほう。で、これで一回書き込んでもらって、で、消してもらって、ん？あ、もう消したじゃないですか。で、これ。あ、これか。ここは書き換っちゃうんだ。あ、なるほど。で、これで OK です。で、これロービーにすると、うん、こっちの方でオーバーになるんですよ。そうなんだ。はい。すいません。自分で塗ってあげてないんですよ。塗ったのかと思って。そんなに勢いじゃないんですね。何を？久しぶりに来て見て、周りが逆になってるわ。ああ、感覚がそっくりわかるね。ちょっと文字がたたかぶりだ。あ、ほんま。はい、予選1回目は45分からあと2、3分あります。あ、これね、新しい本だ。OK、OK、書いておきます。竹内さんと新井さんね、07-2-6-10-8-8-5。え、コメント？そうそう。これはとりあえず、レース中はこれちょっとまた別表示になるから、07-4-60-8-8-5。よし、これ大丈夫です。はい、やるです。はい。はい、you
はい、それでは時間になりましたので予選の1回目コースオープンします。松岡さん、竹内さん、新井さんのヒート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは松尾2、竹、03MMVE。 ロビーしたの、はい、ロビーしたの、ロビーしたの、ICF。 ああ、はい、じゃあすみません、1回だけポンダー確認お願いします。はい、全車 OK です。さあ、新井さんはマシンをチェンジして予選1回目、はい、プラクティス終了です。はい、出走順、松岡さん、竹内さん、新井さんの順です。それでは3分間の今度周回になります。スタートします。レースを開始します。4、3、2、1。松尾2スタート、竹スタート、03MMVE スタート。はい、全車計測開始ました。マルボロカラーの松岡さんは前回までただ1人19周をマークしています。10秒71が1周目。さあ、竹内さん14秒台、新井さん11秒台。さあ、松岡さんが2周目9秒95。さあ、新井さんが10秒65。新井さんの10秒65は自己ベストです。竹内さん12秒台2周目。さあ、新井さんがベストを再び更新、10秒31。竹内さん11秒23。さあ、現在トップはマルボロカラーの松岡さんです。今これで6周目に入ったところです。2番手が新井さん。新井さんはトップとの差が 0.5 秒差。さあ、ここでベストは松岡さん9秒790。さあ、3番手竹内さん、前新井さんと9秒ほど下がる。さあ、ここでベストは竹内さん10秒97。さあ、まもなく折り返しの1分30秒になるところ。トップは変わらないです。マルボロから松岡さんが9周目から10周目に入るところ、ゴール予想が18周3秒近辺。さあ、ここで松岡さんが今日のトップタイム更新9秒684。2番手新井さんも18周ペース、これはかなりいいです。トップと3秒差。3番手竹内さん現在9周目入って、これで新井さんと同周回、12秒の差がある。あっと、松岡さんがここで止まっていた。コースには戻っていますが、2番手新井さんが 2.8 秒差につけている。竹内さんがここでベスト10秒96。さあ、残りがまもなく45秒です。おっと、これ新井さんがちょっとクラッシュしていたようだ。2番手に変わりはないが、ちょっとペースが落ちた。ゴール予想が17周に落ちている。残りが30秒。トップのマシンが16周目に入ったところ、ゴール予想は18、残り2周です。さあ、新井さん2番手15周目に入った。同じくあと2周。さあ、竹内さんが14から15に入った。残りが2周です。さあ、まもなく時間となる。ここで松岡さんが9秒668、今日のトップタイム。松岡さん、これが最終周。新井さん、これ最終周。松尾2ゴール、松岡さんゴールです。竹ゴール、竹内さんゴール。はい、終了です。ゴールです。トップは松岡さん18周の2秒。2番手新井さん17周8秒。3番手が竹内さん15周7秒でゴール。竹内さんは10秒961、新井さんが10秒208。17周8秒。竹内さんが15周7秒。はい、それでは予選1回目の2組目コースオープンします。歩夢君と山田さんのヒート。プラクティススタート。
プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーはアム・ヤマダ。先ほど予選1回目1組目松岡さんが18周2秒でゴールしています。これが現在のトップタイム。前回 M 君は18周1秒まで記録が残っています。今日これと同じ出せれば TQ 取れそうです。はい、これ練習です。山田さんが ICS をまず設定遅くしてロービーにして、はい、ポンダー2人とも OK。はい、練習時間が残り30秒。 10.19 13.51。 10.27 10.68 9.92 11.62。はい、まもなく練習終了です。プラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。はい、出走順歩夢くん山田さんの順です。それでは3分間予選1回目スタート、レースを開始します。4、3、2、1。アムスタート、山田スタート。はい、計測開始しました。トップタイムは松岡さん18周2秒です。1周目歩夢くん10秒08、山田さん10秒70。歩夢くんが2周目9秒台、9秒82、山田さん10秒53。山田さん10秒31。さあ現在50秒経過したところ、現在トップ歩夢くんです。2番手山田さんと 2.8 秒の差をつけている。はい、山田さん、ちょっと探してみるわ。つけてやったね。ああ、なるほどね。じゃあちょっと、はい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 。はい、やっときます。はい、すいません。
はい、残りが1分です。現在トップ変わらず、歩夢くん、このまま行くと自己ベストギリギリ更新するかというところ。山田さんがベスト10秒18、山田さんこのまま行くと17周1秒なので、総合3番手タイムで帰ってきそう。さあ歩夢くんがペースを上げてますね。18秒10まで来た。18周10ですね。残りが30秒。さあ、さあ歩夢くん18周0秒まで来た。19周いくか。残りが間もなく40秒。さあ歩夢くんここでベスト9秒674は、自己ベストです。さあ残りが2周か。歩夢くんどこまで記録伸ばせるか。山田さんこれ最終周になりそうです。あーっと、ここで止まった。残念。山田ゴールです。レース終了です。マシンを回収してください。歩夢くん残念、最後が17秒台、18周7秒でゴール。山田さんが17周3秒でゴールです。はい、どうぞ。歩夢くんが自己ベスト9秒674マークしています。まあ最後は決勝だけどね。じゃあもう一回予選やって最後、じゃあ予選の2回目は10分後8時5分、8時5分スタートします。本日最速015 20.697 秒。13.33。本日最速015 20.657 秒。本日最速015 20.609 秒。本日最速015 20.369 秒。10.43。はい、山です。はい、今行きます。34.15。24.58。
21.91。本日最速松尾に 9.891 秒。10.07。22.01。10.04。11.08。本日最速松尾に 9.846 秒。10.79。自己ベスト山田 11.12 秒。本日最速松尾に 9.701 秒。10.66。10.02。14.20。10.75。9.96。自己ベスト山田 10.64 秒。10.71。11.53。17.41。10.64。自己ベスト山田 10.55 秒。9.81。11.04。自己ベスト山田 10.35 秒。9.84。11.58。自己ベスト山田 10.32 秒。9.78。9.90。30.05。36.33。25.71。11.42。10.78。10.50。11.19。19.15。いや、これ全部前から持ってた。10.68。今週末不安だから NIA も。10.51。はい、山手線。もしもし。10.77。10.55。1分18.89。10.82。11.63。10.78。
55.74。11.67。はい、それでは時間になりましたので予選の2回目始めていきますと。あら、こっちを止めて。はい、それではコースオープンします。松岡さん、新井さん、竹内さんも出場。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは松尾203MMVE 竹。はい、バラバラになっちゃった。あらららら治らなくなっちゃう。気がついたらバラバラになっちゃう。いや、あ、ほんと。もう、出会った。ああ。前、歩夢くんもなったよね、それね。なんか、モーターから変な音がする事件。あ、そことか。新井さん、ポンダ書き換えます。はい、新井さんポンダ OK です。さあ、新井さんは現在総合4番手、前山田さんと3分走って4.9秒差です。ただ先ほど新井さんはずっと18周ペースで走ってたので、それ行くと総合3番手一気に上がってきます。さあ、松岡さん現在総合トップです。2番手歩夢君と3分走って5秒の差をつけています。11.36。はい、松岡さんポンダ OK。練習時間残り30秒。11.25。10.37。11.18。12.04。10.93。はい、まもなく練習終了です。13点。プラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。はい、出走順変わります。はじめに新井さん、2番手に松岡さんが、の順でスタートしてください。あ、はい、サンキュー。誰だ。はい、それでは山田さん、よければ、マーシャルお願いします。それではスタートします。新井さん、松岡さんの順です。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走プラクティス中。はい、それではスタートします。ごめんなさい、出走順、ちょっと待ってくださいね。ごめんなさい、出走順松岡さんが先です。2番手が新井さんです。それではスタートします。レースを開始します。4、3、2、1。松尾にスタート。 03MMVE スタート。竹スタート。はい、計測開始しました。最終目、松岡さん10秒48、新井さん11秒26。2周目、松岡さんが9秒75、新井さんが10秒58。さあ、現在トップ松岡さん、2番手新井さんと 2.4 秒差です。
さあここで新井さんがベストを10秒34。1分経過、残り2分です。現在トップ松岡さん7周目に入ったところ、2番手新井さんが 3.3 秒差で追っています。さあここで松岡さんが今日のトップタイムでもあり自己ベストを更新、9秒567。これは模擬レースでもトップタイムです。さあ間もなく折り返しの1分30秒になります。さあ2番手新井さんもペースはいいです。このまま行くと山田さんを超えて総合3番手上がってきそう。さあ一方松岡さん、途中ちょっと何回か10秒台があったがほとんど9秒台で回っている。ゴール予想も18周1秒近辺。さあおっとここでぶつかってしまった。新井さんが転倒している。さあ今ので大きくロスしてもしまった新井さん、12周目です。残りが40秒。さあ新井さんが14周目に入ったところ、ゴール予想は16周です。松岡さん16周目、ゴール予想は18周。さあ松岡さんが帰ってきてこれで18周目、これが最終周です。さあ新井さんもこれが最終周16周目。松尾2ゴール、はい、松岡3ゴール 03MMV2 ゴール、はい、新井さんもゴールです。さあ松岡さんが18周5秒、新井さんが16周の9秒でゴールです。松岡さんがベスト9秒567をマークしました。よし、それでは予選の2組目コースオープンします。レース終了です。マシンを回収してください。プラクティススタート。はい、それでは歩夢君と山田さんのヒートです。2分。コースオープンします。出走ドライバーはアム・山田。はい、どうぞ。あ、松田さん、それ良ければ。今日、大道さんにもらっちゃったの。これ、充電器の中身、ケースを。前回のね。はい、あ、治りました。治りました。あ、了解了解。もう歩くんコースオープンしてるよ。うん。そう、18周2秒。歩くんが7秒。
プラクティス終了です。プラクティススタート、はい、プラクティス時間は2分、はい、歩夢くん、OK、コースオープンします。出走ドライバーはアム山田。はい、まもなく練習終了です。プラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。はい、出走順、歩夢くん、山田さんの順です。それでは新井さん、すいません、マーシャルいいですか。歩夢くん、山田さんの順です。それではスタートします。レースを開始します。4、3、2、1、アムスタート、山田スタート。はい、計測開始しました。歩夢くん10秒04、山田さん10秒53。歩夢くんが9秒79、山田さん10秒28。さあ現在トップ歩夢くんです。2番手山田さんと 6.8 秒ほど差をつけているようです。さあここで1分経過、残り2分です。さあ現在トップ、ロータリーコーナーを回ってくる赤いマシーン、歩夢くんです。9周目に入ったところ、さあ2番手山田さんが1周差があります。現在8周目に入ったところ、さあ ここで折り返しの1分半、トップ歩夢くん、このまま行くと18周3秒近辺、ただ途中ちょっとロスがあったので後半まとめていけば19周も見えると思います。おっとこの周、歩夢くんちょっとロスター、10秒8で回ってきてる。残りが1分。さあ一方山田さん、今回は16周5秒から6秒がゴール予想。トップのマシンが14周目に入ったところ、2番手山田さんが13周目に入ったところです。残り30秒。さあ残り間もなく10秒になります。歩夢くんが17周目から18周目に入った。ここでベスト9秒742。歩夢くん、これ最終周になりそう。一応全速で行ってください。アムゴール、歩夢くんゴール。さあ山田さんもこれでゴールです。レース終了です。歩夢くんは18周2秒、山田さんが16周の6秒でゴール。それでは決勝レースは最後8時半スタートします。
はい、決勝レース一組目8時半から、新井さんと竹内さん、2組目松岡さん、歩夢くん、山田さん、この順でやっていきます。本日最速0152.568秒。11.24。11.10。11.45。本日最速0152.056秒。竹内さん治ったんですか。10.75。何が原因だったんですか。11.16。10.69。11.92。2分27.72。10.66。
10.57。10.47。10.44。10.30。14.40。10.58。10.49。10.59。10.59。21.17。10.61。10.41。10.37。10.34。10.68。10.56。10.43。10.63。10.47。10.57。はい、それでは時間になりましたので決勝レースの1組目コースオープンします。新井さんと竹内さんのヒートです。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは 03MMVE 竹。新井さんと竹内さん、
はい、2人ともポンダ OK です。さあ竹内さんはここまで3分間15周7秒がベスト、新井さんは17周8秒がベストです。本日最速竹 14.042 秒、本日最速 03MMV13.384 秒。15.33。27.01。28.22。はい、練習時間残り30秒です。17.16。はい、まもなく練習終了となります。プラクティス終了です。はい、それではスタートラインに誰か並べてあげてください。前が新井さん、後ろ竹内さんです。スタートの、練習だけやります。音。スタート、今日この音でいきます。これでスタートです。ポールポジションがポールトゥーインですよ。あれ、はい、それではスタートします。決勝も3分間なので記録更新狙います。それではいきます。レースを開始します。4、3、2、1。はい、新井さん予選中18周も狙えるペース出てましたので、ぜひ決勝でやってほしい。1周目新井さん11秒28、竹内さんが12秒63。さあここで新井さんが10秒56。現在トップ新井さんです。2番手黄色いマシン竹内さんが5秒差で追う。ポジション 103MMV5 ラップ、ポジション2かけ4ラップ。はい、大丈夫です、ちゃんとやってます。さあ現在トップ、新井さん7周目に入ったところです。竹内さんが1周の差をつけられているようです。6周目走行中。さあここで新井さんがベスト10秒48。さあ竹内さん12秒10でこのヒットのベスト。さあ竹内さんが11秒92。さあ新井さんが現在ゴール予想が自己ベストを上回るという予想になっています。途中12秒台が何回かあったのがちょっと残念だったけども、自己ベスト狙います。おお、さあ残りが1分です。あーっとここで、あー、さあ自己ベストペースだった新井さんだが、ここでちょっとロスター、もう一回やり直した。残りが45秒。残りが30秒。
さあ、新井さん、現在のゴール予想は16周0秒です。もうちょいで17周。さあ、ここで新井さんがベスト10秒119は自己ベスト。さあ、16周目から17周目入った新井さん、これが最終周。竹ゴール。竹さんゴール。マシンを回収してください。優勝は新井さんでした。17周11秒。2番手竹井さんが14周の6秒。新井さんは1周のベストを更新しています。10秒119。はい、それでは今日の模擬レース最後のレース。決勝2組目コースオープンします。プラクティススタート松岡さん、ゆうくん、山田さんのヒート2分コースオープンします。出走ドライバーは松鬼、アム、山田タイヤ変えたら調子よくなる。さあ、今日のレースではまだ19周出している選手がいません。トップの松岡さんが18周2秒6、2番手歩夢君が18周2秒9、3番手山田さんが17周の3秒です。松岡さん OK、 歩夢君 OK。 はい、全車ポーダ OK です。14.24。 10.05、 10.10。10.79。 練習時間残り30秒。 18.00。 10.75。 28.51。12.36。 10.11。さあ、間もなく練習終了です。プラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。はい、スタート音はさっきと一緒です。一応聞いてもらいます。これでスタートです。はい、それでは前から松岡さん、歩夢君、山田さんの順です。2番手歩夢くん、赤いバスです。ちょっと出てる。はい、そうです。そこ、それくらい。はい、山です。はい、はい、どうも。はい、今行きます。はい、そうしなければいいじゃない。いやいや、次行っちゃうんだな。絶対しなければいい。そうそう。さあ、ちょっと、この間に。この間よくない。スタートしていけない間がある。はい、それでは最後の決勝レース、スタートします。レースを開始します。4、3、2、1。はい、決勝スタートです。さあ、1周目トップで勝ったのは松岡さん、歩夢君、山田さん、予選通りの順。
さあ現在トップ松岡さんが9秒91、歩夢くんが9秒87、山田さん10秒39がベスト、うん、さあ松岡さんがこのヒートのトップタイム9秒76をマーク。さあ現在トップ松岡さん、2番手歩夢くんが 0.6 秒差で追う、3番手山田さんがここで転倒。はい、ありがとうございます。さあトップ争い2台、マルボロカラーと赤いマシーン、これがトップ争いの2台、 0.6 秒差です。ここで時計は1分、残り2分です。さあここで松岡さんが9秒679、歩夢くんとの差を 0.9 秒に広げている。さあそしてトップ松岡さんが19周ゴール予想です。そしてこのまま行くとコースレコード、模擬レースのコースレコードも更新ペース、トップの松岡さん。さあ2番手歩夢くんもゴール予想18周0秒なので19周、自身初となる19周見えています。さあここでベスト歩夢くん9秒843、トップと再び 0.6 秒差。さあ歩夢くんトップに近づいていたがこの周ちょっとミスしたようです。 10.5 秒台。さあ時計を間もなく2分になります。トップの松岡さん19周ペースを守っています、コースレコードペース。歩夢くんも自己ベストペースではあります。さあ残り45秒です。3番手山田さんの後ろからトップのマシンが、おっとここで松岡さんがミス、歩夢くんがトップに変わる。さあ歩夢くんここは大切にいきたい、自己ベストペースではある。さあここでベストは山田さん10秒31、残り30秒。さあ赤いマシン歩夢くんがトップです。さあここで絡んだ、再び松岡さんがこれでトップ、残りが間もなく10秒になります。さあ松岡さんが18周目、これが最終周になりそうかな、歩夢くんもこれが最終周か、この差 0.8 秒差。山田ゴール、レース終了です。マシンを回収してください。前者ゴールです。トップ歩夢くん18周2秒3、2番手松岡さんが18周2秒4、3番手山田さん16周の1秒でゴール。歩夢くんが最終周9秒647ベスト647なんで自己ベストも更新している。9秒647 0.12 はい、おえ抜けてやれたの、え何何1台目1台目3台目3層の重重をして1台目名前が入ってるのすごいですよ。え名前が名前入ってるんですよ。え何何何何ローガンチェッカー、ローガンチェッカーえこれは自分でそう作ってもらった。そうか、16ミリのフロントホイールって、はい、16？ もちろんだから絶対ないと思うんだけど。
本日最速01520.962秒。本日最速01520.63。本日最速01520.584秒。10.65。